ソウルキャリバー5回目。さあアルファとオメガかっこいいよな。イビル化したピュラを救い出そうということで三方を探しに行くっていう話になってますね。エピソード14から今回は行きましょう。パトロクロスはピュラを救うためソウルキャリバーの力を取り戻そうとする。霊剣について詳しく知っている素振りを見せていたアイビーなら力を再生させるための手がかりを知っているに違いない。パトロクロスはアイビーの姿を求め各地を旅した。なんかこの世界中飛び回って旅するのはすごくソウルキャリバー的でいいですね。よし、アイビーのケツを追っていこう。あんなケツは二人といないぞ。ここにもいない。私を探して すぐに出てきた。誰かと思えば無礼な坊やじゃない。開幕1分も経たず出てきたわ。アイビー、やはりここにいたのか。俺のことを覚えていてくれたんだな。頼む、三方について改めて詳しく教えてくれ。復活させたい理由ができたか。だがいかに剣を復活させたところで使い手が未熟では都合が悪い。沢城さんボイスがいいな。俺はいつまでも未熟でいるわけにはいかない。あ、戦うんか。ああ、ここでまさかのアイビーバトル。へえ、アイビー何歳になったんだろう。いや、まあ女性に年齢は失礼だけどさ。いや、でもそのスタイルを保ててるのは凄まじいわ。アイビー、お尻丸出してこら。こちら17歳の男の子やぞ。あ、アルファパトロ、アルファパトロクロスだから。あ、痛い。いいね。あー、でもなんかアイビーがしっかりアイビーの動きだわ。そりゃそうだ、アイビーだから。アイビーはアイビー本人だよ。アイビーの子供とかじゃないんだよ。よいしょ。なんかね、でもパトロクロス、アルファになってからね、前回ツバイで戦ったけど若干の使いづらさも感じるんだよな。アルファの前の方が良かったんじゃねえかっていう気がしないでもないけど、このでも居合斬りソウルキャリバーは過去になかったスタイルだし、めちゃくちゃかっこいいので好きです。ちょっと節化を彷彿させるね、居合斬り。よいしょ、おい、たまったね。お、あ、やべ、アイビー姉さんが絶好調や。やばい、やばい、ちょっとなんかそんな下段が、ちょっと、あっ、ちょっと待って、異様なほど下段攻めてきたな。ちょっとアイビー姉さん、やばい、これ変に遊んでらんないかも。決着はクリティカルエッジでなんて思ってたんだけど、余裕ねえわ。強えな。よし、よいしょ。これセルバンテスとかもストーリーで出てくんのかな。よいしょ、ほい、うん、よし、決めるよ。いらい、入った。あれ、ちょっと残った。決着できなかったやないか。よし、あと1ポイント。いやー、この居合斬りのソウルキャリバーは本当にいい発想だと思うわ。よいしょ、よいしょ、うわっ、うわは、つえ、うん、よいしょ、やばい、2対2だ。あれ、なんかストーリーモードで初めて苦戦しているような気がする。でもなんかアイビーが強いのはそれはそれで嬉しいっていう複雑な心境。いいな、なんか。よいしょ、よいしょ、いいね、よし、決めるぜ。あっ、遠かなかった、寝てた、ここ、あれ、できなかった。いや、まあまあ勝ったからいいや。さてさ、アイビー姉さん、いろいろ教えてくださいよ。昔の俺ならきっと負けていた。あー、でもなんか性格が謙虚になってる。
パトロクロス君。どうやら剣を振るうには申し分なさそうだな。俺にできる限りのことはする。では改めて聞きたい、三宝について。だいぶ昔だが、私は実物滅法痕と末法鏡を見たことがある。お、その時はキリクという東洋人の男が携えていたな。シャンファマキシキリクだ。中古剣を持つ女とヌンチャクを使う男の三人連れだった。今はどこで何をしているやら。感謝する。必ず見つけるから待っていてくれ。何も聞かず探しに行く。バトルクロス君わかる？世界広いよ。いやでもさ、ここで三宝滅法痕だとかの話が出てくると、やっぱキリクとかの話だから、あれじゃない、レイシャとか出てくるんじゃないかな。シャンファの娘エピソード15、ソウルキャリバーの力を満たす滅法痕と末法鏡を探し求めてバッタトロクロスは旅を続ける。しかし東洋の不思議な宝具を持つ者を探し出すのは困難を極めた。そりゃそうだろ。神職を惜しんだ旅の果てにパトロクロスはディジョンの町へとたどり着く。ディジョンの町。さあ誰が、あーレイシャじゃん。だから私としてはもうちょっとだけこっちに残ってようと思うのよ。他にうまい食いもあったっけ。あーでこれがキリクの弟子か、新キャラのやつ。突然すまないが、君の持っているその本不審者魔法の一つ滅法痕。不審者だよいきなり。末法鏡だっけ。ちょっとシバ、何度言ったらわかんのよ。末法鏡は私のでしょ、あんたのは滅法痕。ややこしいよ。いいなこの二人。君が末法鏡を持っているのか。お願いだ、俺に協力してくれないか。まあまずまずかしら。でもこういう時はただじゃ貸さないのがお約束よね。あそっか、ごちそうしてもらうか。バカ違う。いいな、男なら剣で納得させてよってこと。彼らはレイシャ、喧嘩吹っかける相手さ、顔で決めてない。夏巻騎士。せっかく苦労して手に入れたんだ、顔なんかで選ぶもんじゃねえぜ。マキシがいるんだ。おお。じゃあ準備はいい？行くよ。なんかマキシが保護者みたいな感じでいいね。シャンファの娘とキリック、キリックがお父さんだよね。キリックの弟子と、あとなんでナツがいるんだろう。タキの弟子がいる。かわいいけどってずっと褒めてくれてんだよな。うわーなんか嬉しい、この新キャラたちと戦えんのも。マキシもいるのか、いいね。マキシ熱いね。おっと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 、レイシャ可愛いんだよな。レイシャでもほんとね、そのまんまシャンファだよね。お母さんの遺伝子強すぎるよ。これってもしかして連戦になる。連戦っぽいな。とりあえずレイシャには勝ったが、ああ夏すげえ、滝の弟子。あ体力は回復すんだ、よかった。あの最初にレイシャでアーケードでやった時、夏がめちゃくちゃ強かったんだよな。夏とレイシャがなんかライバル的ポジションなのか何なのか。このギャル、ほんとギャルだよな。なんか滝とのやりとり見てみたいわ。滝と夏どんなやりとりなんだろう。ここいない、かっこいい。これで KO すんげえ気持ちいい。リプレイ見ちゃうぐらい。おーいいね。うわワキシー、ワキシかっこいいよ。いややっぱなんか本物が出てくるとちょっとオーラが違うね。もちろん新キャラの娘たちとか弟子とかもいいんだけどさ、本物のオーラすげえわ。ワキシかっこいい。や
なんかマクシが本当元気そうで嬉しいんだよな。なんか 何かと悲しいエンディングになりがちだったからマクシは。今そっかシャンファとかに頼まれたのかな、子供の面倒見てやってくれって。よし、いやい、バッチリ。あと一人キリクの弟子かな。あ、なんだっけ名前、シバ。あ、こんな感じなんだね、シバ。あー、でも動きが本当だ、キリクだ。うわ、本当だ、キリクだわ。へえ、キリクシャンファンの息子ってことでもないんだよね。よいしょ。てかシャンファたち何してんだろう、その辺も知りたいな。死んでないよね。てかやばいやばいやばい、待って、やばい。よしよしよし、芝強え。これ負けたら多分またレイシャからだよね。まずい、負けたしまった。これどこからになる。やっべ、初めて負けた。え、リトライ、あ、難易度を下げてリトライとかそういう救済があるんだね。いやいや、普通にノーマルリトライ。あ、芝だけでいいんだ。あ、そうなんだ、4連勝しなきゃいけないのかと思った。なんか意外と優しいね、やっぱ今作はいろいろと。いや、でも芝は強いよ。よいしょ、切り開く、うん、あー、でもキリクともやっぱちょっと違う動きすんだな。よいしょ、ほい、あたたたたた、やべこいつ、ほい、ここダメか、ガードしてるか、あー、いや入った、ガシャーンと。よし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 、なんとか。よし、三歩渡してもらうぜ。倒した。うん、あ、エピソード16。確かな剣技を見せつけ、東洋人たちの信頼を得たバトルクロスは、宝具を持つ彼らと共に、あ、一緒に行くんだ。アイビーの待つプラハへと向かう。プラハにいるの、アイビーって。バレンタインデーってプラハにあるの？チェコだよね。ソウルキャリバーの力を再生させるため、パトルクロスは全てをアイビーへと託す。アイビーのお尻が頼りです。こうも早く三方が揃うとはな。その娘は？彼女はレイシャ、末法鏡の持ち主だ。滅法痕の持ち主は表で待っている。こちらの準備は整っている。あとは三方を並べるだけだ。では頼む。始めてくれ。これで完璧なソウルキャリバーになるのかな。レイシャいいな、レイシャかわいいな。でもほんと夏とかなんで一緒にいたんだろう。お、あ、お母さん、母さん、前回出てきてほんと驚いた。これで姉さんはイビルから人間に戻れるんだよね。エロい格好してる。イビルは全ての世において悪、そして悪の根源ソウルエッジを滅ぼすことが私とあなたの使命よ。世界の秩序を私たちが守らなくてはならないの。大丈夫、私がソウルキャリバーがあなたを強くしてあげるわ。おお、お母さんに守られてる。さあ剣を握りなさい。いい子ね、お前は私の自慢の息子だ。あれ、さあ我と共にあれフィラを殺しに行きましょう。すごい不穏な空気が流れたんだけど、あれ、お母さんどうした。
ピュラだ。いびる化したピュラが殺しまくってる。アトロック、めっちゃテンポよく進むなこれ。ソウルエッジを手にするとはかわいそうな姉さん。みんな私を見捨てた。あなたも同じ。ソウルエッジは裏切らない。ずっといた。死んだ。ソウルエッジを握る者は誰であろうと人間の敵だ。俺は姉さんを救い世界を守る。これで何？あ、もう戦うんだ。アルファバーサスオメガついに始まっちゃったよ。姉さん。イビルは悪、ソウルエッジは敵。ソウルキャリバーバーサスソウルエッジ。よいしょ。いやアルファバーサスオメガはいいね。中二心キュンキュンくるね。にしてもさっきのソフィー。すんげえ不穏になったな。あれ本当にソフィーティアか。すげえ怪しくなってきたんだけど。待って待って、強い。これさ、ここでラストってことないよな。よいしょよいしょ。あったあったあった。届かない届かない。いいやだ。危ねえ、ギリギリ。危なかった。この兄弟喧嘩はでも熱いな。こんな時カサンドラのおばさんがいてくれたら。おばさんって言ったらすんげえ怒りそうだな、カサンドラ。あったあったあった。でもおばだもんな。おいとめいだもんなこれ。マロバシ、あいだった。よしよいしょ。おい、ここ、あー距離が、あー足りなかった。よいしょ、これで OK。 2連勝、あと1回。にしてもピュラの持ってるソウルエッジもなんか形状がかっこいいですね。よいしょ。こういう探検のソウルエッジってなかなかないよね。よいしょよいしょ。ていうかヘパイストスは何してんだよ。ヘパイ、あれ、ていうかお父さんは生きてんだよね。そうだ、お父さんの存在忘れてた。あ、やば。おい、ナイスガード。お父さんなんだっけ、家事してるお父さん。お父さん全然出てこねえやん。やば、あ、食らっちゃった。やばい。でもこっちにはゲージあるから良きところで決めるよ。あ、いたいたいた。ちょ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 、やばい。おいおい、よいしょ。いいねいいね。ここどうだ、入ったー。シャキーン。この居合斬りの KO 気持ちよすぎる。これはいいわ。かっこいい、かっこいい。俺の戦い方だ。これでピュラを正気に戻すことはできるのか。お、今ん、ああ、今だって言ったのってソフィー。じゃあソフィーじゃねえよあれ。最後まで一人。イビル化したとしても娘に絶対そんなこと言わねえもん、ソフィーは。うわ、なんかかわいそう。おめでとう、パトルクロス。お前、ソウルエッジとイビルの恐怖は去った。お前誰だ。世界は真の秩序に満ちた理想郷となったのだ。お前の肉体はソウルキャリバーの依代として未来永劫この世の光となるだろう。光栄です。え、
家族という尊い犠牲を払って灯された希望の光をパトロクロスは気高く誇りと共に掲げた。終わり？邪剣の灯柄は去り、世界には秩序だけが残った。パトロクロスは一片も悔いてはいない。終わり？いやいやいや、え？あ、まだあるわ。本当に姉さんは救われた？救われてねえよ、めちゃくちゃバッドエンドだよこれ。私は最後まで一人。結局俺は誰も救えなかった。そこで悩み続けてもお主の望みは叶うまい。エッジマスターだ。懐かしい。なんで急に出てきたの？俺は姉さんを諦めないって決めたんだ。やり直せるものなら、エッジマスター、今度こそ姉さんを悲しませたりなんかしない。エッジマスター何？あ、やっぱまだ続くんだ。え？エピソード17、ピュラの最後の心か、最後の声が心に共鳴する。パトロクロスは深く後悔した。戻りたい、俺が間違う前の世界に。あー、アストラルカオスに入って世界性を戻す。そんなことできんの？あー、でも区切りはいいか、ちょっと早いけど区切りいいので、ここで一回区切ろうと思います。へー、なんかピュラがめちゃくちゃかわいそうな終わり方しちゃったな。そうだよ、これじゃ救われてねえよ。てか、じゃあラスボスあれだろ、ソフィティアみたいな、ソフィティアじゃねえやつだろ。何あれ、正体は何なの？見た目はソフィティアだけど、ザサラメールか。ザサラメールってよくなんかさ、ジークのお父さんだったり、アルゴルの息子だったり、幻影を作り出すじゃないですか。そういう、なんか幻なんだろうな、結局パトロの心が見てるだけの。いや、なんかストーリーがまたここからどうなるのか、時を巻き戻せるんすか。エッジマスターおじいちゃん頼みます。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。